コリン・スティール・マクレイは、イギリス・ラナーク出身のラリードライバー。1995年の世界ラリー選手権、ドライバーズチャンピオン。WRC2325 章は、歴代5位。父のジミー・マクレイ、弟のアリスター・マクレイもラリードライバーである。妻と二人の子供がいる。リスクを恐れない攻めの走りと、豪快なドリフト走行で、世界的な人気を誇り。 マクラッシュの愛称で呼ばれた。スバルのラリー活動の黎明期を支え、スバルの WRC 初優勝、3度のマニファクチャラータイトル獲得に貢献した。レガシー RS1995 年のタイトルを獲得したインプレッサ1986年からラリー参戦を開始。世界ラリー選手権初参戦は1987年のスウェディッシュラリー。 スバルプロドライブに才能を見出されて1991年に同チームに加入し、スバルレガシーを買って1991年1992年の英国選手権を制覇。WRC 参戦を始めたばかりのスバルの若き期待の星として、しばしば目を見張るスピードを見せるものの、派手なクラッシュも多く、マクラッシュと称された。 1993年のラリーニュージーランドで自身と、スバルにとって初の WRC 勝利を飾る。1995年には、イギリス人初、史上最年少でのドライバーズチャンピオンを獲得し、スバルも初のマニファクチャラーズタイトルを獲得する。その功績により、1996年には、大英帝国勲章第5位を受勲した。1996年は参勝。 1997年は5勝を挙げ、スバルのマニファクチャーラーズタイトル3連覇に貢献するも、ドライバー部門では、三菱の富巻年に次ぐランキング2位にとどまった。1999年シーズンからフォードに移籍、マシン開発と並行しながらの参戦とあって、4年間に9勝を挙げるもタイトル獲得はならず、ラリー史上最高額と言われる契約金が、 フォードワークスの財政事情に大きな負担となり、放出の最大の原因ともなった。2003年にはシトロエンから参戦。この時の子ドライバーがスバル時代を共に過ごしたデレック・リンガー。ラリー・モンテカルロでいきなり表彰台に上がるが、その後はチームメイトのセバスチャン・ローブやカルロス・サインツの影に隠れて精裁を書き、シーズン終了後に同チームのシートを失った。 2004年、2005年には、日産ワークスチームから、ダカールラリーに参戦した。時折高タイムをマークするなど、健在ぶりを見せつけるも、2004年は途中で、マシントラブルに見舞われ、順位を大幅に下げ、2005年は、前半周囲を改装していたものの突如、横転しリタイヤ。2005年限りで、日産が、ダカールラリーから撤退したため、以後は参加することはなかった。 2005年のラリーグレートブリテン、カーディフのミレニアムスタディアムでシュコダをカルマクレイ2004年以降、WRC への参戦は実現していなかったが、2005年に入り、シュコダとの接触が報じられ、9月のラリーギガバイトと11月のラリーオーストラリアで、シュコダファビア WRC に乗りスポット参戦を果たした。オーストラリアでは、レグ3の午前中のサービスに入る時点まで参与。 走行しており、マクレイ自身は元よりシュコダ勢では、久しぶりの表彰台が期待されたが、マシントラブルでリタイアした。2006年10月、シトロエンのセバスチャン・ローブがトレーニング中の骨折で欠場したため、13戦トルコに代理参戦した。しかし、途中6位から7位と振るわず、最終日に電気系トラブルでリタイアし、一戦のみの参戦となった。2006年には、 X ゲームズの新ステージ、ラリーに出場。終始、トップ争いをしていたが、最終ステージのジャンプの着地に失敗し、転倒。それでもすぐに体勢を立て直し、左フロントタイヤがパンクしながら、ステージを走り切り、横転したにもかかわらずわずか0.53秒差の2位で、フィニッシュした。2007年も引き続き出場したが、準決勝で2年連続の転倒を喫し敗退。 結果的にこれがマクレイにとっての最後のラリーとなった。2007年9月15日、自宅のあるラナーク周辺にて自身が操縦していた自家用ヘリが墜落し、39歳で死去。このヘリには、コリンの他に5歳の長男、ジョニー、ジョニーの友達、マクレイの友人も同乗していたが、地元警察により全員の死亡が確認された。その死はいち早くインターネットで報じられ、 モータースポーツ関係者には広い交友関係を持っていたこともあって、WRC 関係者やファンのみならず世界中のモータースポーツに関わる人間に深い衝撃と悲しみを与えた。同い年のマーカス・グロンホルム、マクレイの時代チャンピオンでライバル関係にあったトミ・マキネン、フォード、シュトロエン時代の同僚であったカルロス・サインツ。 フォード時代から、信仰のあったペター・ソルベルグをはじめとする、ラリードライバーや、核、ワークスチームなど、WRC 関係者を中心に、同じスコットランド出身である、海一ドライバーのデビッド・クルサード、WRC 参戦の経験もあるモートジッピーを代表する選手、バレンティーノ・ロッシなど、ラリー以外の多くのモータースポーツ関係者からも、追悼の言葉が寄せられ、イクドーンに、 マクレーの生前の活躍を称賛し、早すぎる死を惜しんだ。国際自動車連盟も9月16日付で声明を出している。また公式ページの追悼メッセージ欄には5万件を超える書き込みが寄せられた。葬儀はマクレー家の強い要望により、親族と友人のみで静かに営まれた。9月30日夕方には、ラナークの聖ニコラス教会で関係者を招いた。 追悼式が行われ、続いて追悼パレードが、ラナークのメインストリートで行われた。沿道には、ラナークの人口を超える2万1000人以上のファンが、詰めかけ、通りには100台を超える、座るインプレッサが配置された。一連の式典には、マーチ京子と、チャールズ・ゴードン・レノックス伯爵、工藤一郎、デビッド・リチャーズ、マルコム・ウィルソン夫妻と息子のマシュー、ギー・フレクラン、アンドリュー・コーワン、 デレック・リンガーとニッキー・グリスと、アリバ・タネント・マーカス・グロンホルム、ディディエ・オリオール・ら歴代 WRC 世界王者、パニエラ・ワルフリッドソン、デーモン・ヒル、ダリオ・フランキッティなど、イギリス国内外の多くのモータースポーツ関係者が、姿を見せ、また日本 GP に参戦していたデビッド・クルサードは、日本からビデオでメッセージを寄せた。追悼式の中で、2006年までスバルの、 ラリー活動の陣頭指揮にあたり、長年、マクレイと共に戦ってきた、プロドライブのデビット・ラップワースは、彼は、ファンにとっては、アイルトン・セナやバレンティーノ・ロッシに匹敵する、昇進・正明正のモータースポーツのヒーローであると述べた。追悼イベントでは、1000台以上のスバル車で、コリン・マクレイの文字と青字に斜め白十字の、スコットランド・フラグが作られた。またこれに先立ち、ジミー・マクレーの先導により、 故郷ラナークからプロドライブのあるバンブリーまでの300マイルの距離を30マイルの長さに及ぶ車列でパレード更新した。この2つの記録はギネスワールドレコーズの認定記録を更新するものである。コリンズクレスト2008年のアクロポリスラリーではコリンマクレートロフィーが設けられ最も速い平均速度を出したジジガリに章が授与された。また、 ラリースウェーデンではマクレーが豪快なジャンプを見せたクレストで最長飛距離を記録したものにゴリンズクレストアワードが贈られることになり毎年多くの観客を集める人気ステージとなっているこれまでの最長記録はアイビン・ブリニルド戦が2016年に記録した45メートルフォードフォーカス WRC をドライブするマクレー・マクレーといえば豪快なドリフトが代名詞であった コーナー直前からドリフトを開始し、コーナーの道幅を大きく使いほぼ横向きになりながら、コーナーを通過し抜けていくのが彼のスタイルであった。彼は、自動車、番組、トップ、ギアの中で、フォードフォーカス WRC を用いて、サーキットを走ったところ、コーナーで軽くドリフトを見せるなど、らしさを見せつけた。しかしながら、ドリフト走行は見栄えこそ良いものの、コーナリングにおいては、 無駄の多い走り方である。グラベルにおいては、ドリフトは有効であると言われているが、セバスチャン・ローブやペター・ソルベルグに代表されるグリップ走行重視のドライバーの成績を見た限りでは、コリンのような角のドリフト走行のスタイルは、時代遅れとなってしまった感もあり、晩年の WRC における成績の低迷に、繋がったと見られる。アクセルでも何でもペダルは、床まで踏むは、 マクレーの決まり文句であり、彼の走りを象徴する言葉である。マクレーの特筆すべき点として、様々なモータースポーツに精通しているということがある。ラリーに出場する以前には、バイクとも親しんだことがあり、そのライディングも、なかなかのもので、WGP の取材歴があるカメラマンをして、なぜコリンは WGP で走らないんだと言わしめた。また、WRC と海一の、 ジョイントイベントでも、イ一マシンを借りコータイムを叩き出した。イ一ドライバーのジャック・ビル・ヌーブは、マクレイは、様々なモータースポーツで活躍し得る才能を持つと、彼を評した。自分の名前を冠した、ラリーゲーム、コリン・マクレイ・ラリーシリーズは、人気の高い作品。この作品のライセンス量は、コリンの年収のかなりの割合を占めていた。この作品によって、ラリーファン以外にも、 コリン・マクレイの名前は知られていた。コリンがラリーから疎遠になっていることから最新作はダーッとコリン・マクレイ・オフロードと名称が変わった。このゲームの存在のためプレイステーション2で発売された WRC 公式のラリーゲーム WRC ではコリンの名前等が一切使えずスコットランド国籍のフォードドライバーというキャラクターが登場した。 2003年に発売された続編の WRC2 にたっては存在すらもない。コリンの死に際し、コリン・マクレイ・ラリーシリーズの開発、販売を手掛けたゲームメーカーコドマスターズは哀悼の意を表した。また、発売間近だった MacOS のラリーゲーム、コリン・マクレイ・ラリー・マックについて、発売元のフェラル・インタラクティブは急遽延期を決めた。2015年、 3年ぶりに最新作となるダートラリーが発売された。ありがとうございます。